アラゴン王ファン2世ビアナコーカルロスアラゴン王フェルナンド2世ナバーラ内戦は1451年に始まったナバーラ王国の内戦ナバラ王カルロス3世の王女ブランカはアラゴン王フェルナンド1世の王子ファンと2度目の結婚をした結婚にあたりブランカがファンよりも先に亡くなった場合は2人の間の年長の男子が ナバラ王位を継承することが取り決められた。二人の間には四子が生まれ、三子が成人した。1425年に、ブランカが、ブランカ一世として即位し、フアンは、ナバラの共同統治王フアン二世となった。1441年に、ブランカ一世が亡くなると、フアン二世は、婚前契約を守らず、 ブランカ一世との間に生まれた四次カルロス王子に王位を譲らなかった。兄であるアラゴン王アルフォンソ五世の代理としてアラゴンを治めるためナバラを不在にするフアン二世はカルロス王子をナバラのルガルテニエンテにして怪獣しようとしたがベアウモンテセス,ス派がカルロス王子を支持しカルロス王子は反乱を起こした。フアン二世は 親アラゴンであるアグラモンテセス,ス派を味方につけた。不死で、ナバラ位継承を競合する状態は、ナバラ貴族を二分させ敵対させるようになり、強力な隣国であるカスティーリア王国とアラゴン王国が、領土拡張につけ入る隙を与えることとなった。カルロス王子は1452年のアイバルの戦いで敗れ、拘束されるが釈放された。フアン二世は、 カルロス王子を合法的に拝着しようともくろみ、カルロス王子の妹レオノール王女を、ナバラ王位継承者とした。カルロス王子は、ナポリ王国へ向かい、王子である、アラゴン王アルフォンソ5世に仲介を頼んだ。しかし、アルフォンソ5世が1458年に亡くなったため、交渉は身を結ばなかった。父フアン2世が、アラゴン王として即位し、状況が悪化したのである。 カタルーニャへ向かった。カルロス王子は、カタルーニャのブルジョアの支持を得た。1460年、バルセロナにて和平が結ばれた。しかし、リエイダの包囲戦で再び囚われの身となった。釈放後、不安二世に反抗心の強いカタルーニャに残った。カルロス王子は、1461年9月、わずか40歳で急死した。死因は明らかに結核であったが、 父フアン2世か、フアン2世の後添え、フアナエンリケスに毒殺されたという噂が強く、カタルーニャで暴動が起きた。カルロス王子の死後、その同母妹で、レオノール王女の同母姉である、ブランカ王女が、カルロス王子の死後名目上のナバラ王位につき、ブランカ2世と呼ばれていた。ブランカ2世は、父フアン2世によって投獄されており、1464年に、 オルテズにて毒殺された。1467年、レオノール王女は、フアン2世の日フアナエンリケスと会談を行い、レオノール王女がナバラを継承する代わりに、アラゴン王位継承権を放棄することとなった。フアナの目的は、自らが生んだ、フェルナンド王子が、アラゴン王位とカスティーリャ王位、そしてナバラ王位を得ることにあった。1468年、フワン2世は、 レオノール王女に対し、父親である自分の利益に反したり、許可なしに行動することはできないと脅した。パンプローナ主教エチェバリが暗殺されると、レオノール王女と夫のガストン・ド・フォアは、フ安ン世に対して、反乱を起こした。しかし、フ安ン世とフ安ナ・エンリケスに、有利な情勢であった。エンリケ四世の死後、カスティーリアの共同統治王であった、フェルナンド二世は、 父不安二世の存命中からナバラに内政に介入していた。1476年、ナバラを長く二分してきた、ベアウモンテセス,ス派とアグラモンテセス,ス派の和平文書において、彼は、神の恵みにおいて、ナバラ王、カスティーリア王、レオン王、ポルトガル王、シチリア王国及び、アラゴン王国の長子と、自ら称し、父と、イボアネ・レオノールに挑んだのである。 1479年に、フアン二世が死に、レオノールが即位したが、彼女は即位後15日で死去した。フランスの後ろ盾を持つ幼い孫のフランシスコ・フェボが、母マドレーヌとフランスの摂政の下で即位した。カトリック両王は、フランシスコ・フェボの妹であるカタリナを、アストリアスコ・ファンと結婚させようと圧力をかけるが、失敗した。 1483年にフランシスコ・フェボが溶接するとカタリナが即位しジャンダルブレと結婚した。1486年フェルナンド2世はナバーラの前線に軍隊を送った。1488年にナバーラ王とカトリック両王によって結ばれたバレンシア条約ではカタリナ女王の同意なしに貿易のため国境が開かれること。 スペイン軍のナバーラ中流が決められた。カタリナとジャンダルブレの大冠式はカトリック両王の妨害で実現が遅れた。ナバーラとガスコーニーは独自の軍を持つことが禁じられ、ナバーラの知事や兵士たちはカトリック両王に忠誠を誓うよう強制された。カトリック両王の許可なしにナバーラ王の息子の結婚が決められないとされた。国内に スペイン軍が駐留した状態で、1494年1月13日、ジョー・カタリナとジャンダルブレの戴冠式が挙行された。1500年以降、ナバーラ王家の子孫とカトリック両王の家族との結婚が模索された。ガフとなったフェルナンド2世は、後添えとしてナバーラ王家の血を引くジェルメーヌ・ド・フォアを選んだ。1512年、 フェルナンド二世はベアウモンテセス,ス派と同盟し、ナバーラ王国のピレネー南クへ侵攻し、短期間で占領した。ナバーラ内戦の矛盾は、イサベル一世の死後カスティーリャ説唱となっていた、フェルナンド二世が、かつてベアウモンテセス,ス派が王と認めず反乱を起こした、フワン二世と二度目の非フワナエンリケスの息子であった、ことである。もう一つの矛盾は、アラゴン王である、フン世から、 ナバーラ王国の独立を守ろうと立ち上がった人々が、不安二世の守護に、カスティーリアの同盟者となったことである。カスティーリアによる占領後、アグラモンテセス派は、多数が弾圧された。1515 15年に、ブルゴスで開かれた、カスティーリアのコルテスにおいて、ナバーラの併合が決定された。その後、フランスの支援を受けた、アグラモンテセス派はナバーラを奪還しようと、 1512年、1516年、1521年の3度、試みた。最後の1521年のパンプローナ放棄では、ベアウモンテセスハ族も含め幅広く参加した。この時、ナバーラ王国全体の解放が確定する寸前まで、至った。しかしパンプローナ近郊のノアインの戦いで、カスティーリャ軍は再び、ナバーラを閉店した。 ピレネー北緑のナバーラ王国は、フランスの保護下で存続することとなった。イストリアデル・レーノ・デ・ナバラ・イエヌ・ライダッド・メディア・デ・ホゼ、マリア・ラカラ・エジタ、カハデ・アホロス・デ・ナバラ 1975ISBN84500746578 トエ・サルテ、ピーター、ナバラ15、1512-1530、パンプロナ、パミエラ IS、ISBN8476813406、 ありがとうございます。